テレビ番組を切るスーパーリニューアルスペシャルということで、はいはい、今回から新パートナー登場なんですけどね、はい、まあ、何者かということなんですが、とりあえずはやっぱり代表作品でしょうか。そうですね、うん、ブラックレイン出ましたからね、僕。映画のね。はい、松田優作の最後の作品ですよ。そう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 、はい、ね、あれに、まあ、出たというか出させてもらったというか映ったというかまあまあなんかこうね、でも結局誰もが知ってる人は見たらもう一発で分かったっていうね、気づきますよ。高倉健とツーショットですからね。はい、役どころは、役どころというかこれがまた難しいんですけどまあ工事現場の従業員というか、うん、はい、そうですね、ね、あれなんですよ、マイケル・ダグラスが、日本では撃ったらダメやという銃を撃って、うん、取り押さえられるシーンがあるじゃないですか。で、パトカーが止まってて、うんうん、で、マイケル・ダグラスがこう、パトカーに乗せられて、行くところを、高倉健が後ろでこうずっと見守ってるというか、こう見てるシーンがあってね、その高倉健の後ろを僕がチャリンコで横切る。あね。はい。と振り返るから、うん、その振り返ったところがもう映ってるのは僕と高倉健だけですね、うん、ツーショットといえばツーショットはい、そうですよ。もうでも20年以上前。そうですね、僕が高校生なんです、ね、はい、それも20年ぐらい前、20年以上前ですね、うん、まあいわゆるエキストラ、まあ簡単に言うとね、はい、いろいろ行きましたよ。それからあと三宮も行ったし、京橋のほんまね、だから映ってるでって言われた時に、うん、京橋のパチンコ屋さん京一会館なんですけど、はいはいはい、で、あっこでね、僕ね、監督に演技指導までされたんです。おうおう、で、知らん人、まあ同じエキストラの人なんですけど、うん、パチンコ台に座ってると、うん、で僕はその友達みたいな役で、うん、ここをこうちょっと台出えへんなみたいなんで、この台を叩いといてくれと、うんうんうん、で叩いてて、もうそこまで言われて叩いてたら、本番始まったらマイケル・ダグラスがこの店内を逃げるときに僕にボン当たって、こうなるじゃないですか、当然ね。でそれやと思ってたんですよ、ここまで演技までつけられて、せっかくやってねえから、うん、もう絶対それやと思って見に行ったら全然ちゃうとこで出てたんですよね。そのシーンは映ってなかった。そこはもう映ってなかったです。僕その映ってたところもほんまは演技指導、演技指導までないんですけど、うん、何人もおるエキストラの中から君君君って呼ばれて、うんうん、ここをこう横切って振り返ってくれってちゃんと言われてるんですよ、うんうん、目立つしね、あんまあかんのじゃないですかあいつパチンコ屋だなと思ったでみたいな。ああ、なるほどね。ねえ。それもあるんちゃいますかね。あまりね、はい、普通の一般のね、通りすがりがね、あっちこっち通りすがんないと。お前あっち持ったし、こっち持ったで、みたいなのあるんで、かもわからへんですけど ね、 なるほどね。結構ね、とこ、おらしてもうたんですよ。なんか、三宮のとこでも、ここの後ろ通ってくれとか、誰かの後ろ通ってくれとか、言われたんですけど、まあ、実際出てたのめちゃくちゃ本当に回してますからね。そうそうそう。はい。すごいっすよ、アメリカの映画というか、向こうは全世界に配信、ね、してるわけですからね。やっぱ全然ちゃいますよね。じゃあ、現場では高倉健さんとか、はい、松田優作さんと、言葉を交わしたりなんていうことは、はい、高倉健さんとはちょっとだけあったんですよ。あった、あったんですよ。それもね、そのチャリンコ乗って、でだからもうほんまにね、僕ね、高倉健さんの後ろとか、そういうところのスタンバイとかがようあったんですよ。でこうチャリンコ止まってる時に高倉健さんがガムを噛んだって、でそのガムの、まあ、ゴミですよね、をどうしようかなっていう時に、僕のカゴの中にちょっとこれ放ってもらっていいかと言われるから、ほらしてください、放ってくださいと、持って帰っとろうかな思ったけど、さすがにそれはちょっとあかんかなと思ってね。いや、一応もう捨ててきましたけど、はい。そうですよ、高倉健や、思いながらね。びっくりしましたけどね。まあ、それをスタートとして、はい、まあ、役者の仕事っていうのもね、そうですね、うん、お芝居出させてもらったりとか、うん、まあ、もっと前で言うたらね、うん、僕中学生の時から、うん、三宅裕司さん、こうマイナーなんですけど、はいはいはい、恐怖のやっちゃんっていう映画あったん、知りません？それのオーディションがあるって言って、うん、中学か高1かの時なんですけど、うん、オーディション行ったんですよ、うん、最終選考まで残ったんですよ。おうおうおう。で、ひよこの叩き売りしてくれって言われて中学生やでよ一応演技やってて、で最終選考まで残ったんですけど、君学校休めるかって言われて、あ、それがあったんですけどね。でそれがね、その役になった人と、うん、
東京で芝居で一緒したこともあったんですよ、うん、それもたまたまなんですけど、へえ、はい、まだ僕モヒカンしてたと、なんか大阪弁を喋れるお父さん役の人が欲しいから、うんうんうん、オーディション行ってくれませんかって言われて、うんうんうん、でそれも某事務所のタレントとして行ってください、うんうんうん、事務所入ってなかったんですけど、うんうん、まあ別にいいですよって、ただ僕このモヒカンですよと、うん、家族のお父さんはちょっと無理ちゃいますかって言うんだけど大阪弁喋れたら誰でもええねんって言って行った時に、うん、その事務所のおったんがその映画の時にオーディションで一緒やった人やって、そうなんですよね、え、ねえ、いろんな出会いというか巡り合わせというか、はい、あとはね、あの日の車っていう大阪で来られて劇団があるんですけど、そこの劇団の芝居ちょこちょこ出させてもらってたんですけど、うん、それはね、あの役者なんかって言われるとちょっと難しいんですけどあのインディアンの役とかなんかあの原住民の役とか一番ひどいのは猿回しの猿の役とかどっちかというとお笑い担当みたいな、まあ役でっていうのが、多かったのは多かったんですけどね。まあ、コスプレ俳優かな。コスプレ、かっこいいんかどうかわからないですね、それね。いや、まあ、新しいっちゃ新しいかもしれないですね。そうですわ。なるほどね。そうですね。ということでね、はい、まあ、近頃の映画に関しての話をね、はい、またしたいと思うんですが、はい、そのあたりについては今度ということにしたいと思いますね。はい、お願いします。